はいどうも皆さんこんにちは、です。ザ・フォレスト。今回もやっていきますと。で、ただいまね、新しい拠点を作成しているところです。で、今回じゃないよ。今回はですね、丘の上にちょっと爆破できるポイントをね、見つけたんで、そっちの方に行こうかなというとこですね。で、新しい拠点が、あちらです。これです。こちら。で、ここがどこかと言いますと、怒りのある浜辺近くのところですね。で、あそこの赤い旗あるところが、扉に行く洞窟となっておりますと。いう感じでね、今ここに作ってます。よいしょ。新大陸にやっぱり作りたいっていうことはね、あったんですけど、マップね、あれないんだけどね。前回のデータとは違うんで、ないんですけども、マップを探すんで、洞窟にやっぱりこう行きやすいところに拠点を作りたいなと。おっと、なんだ。ということで、扉のある洞窟の近くに作って、まあ、ここを中心に、いろいろ、まあ、近くの洞窟から攻略していこうかなと思っておりますね。で、こんな感じ。まずここにね、この水があるんで、もうお魚とかね、もう普通にここにいるんで、ここにね、よいしょと。うん。で、この取った魚を、この新鮮なやつをすぐここに干す。干して、干し魚にする。よし。こんな感じ。で、今やってます。うん。かなりここの場所、いい場所なんですよね。前もここに作ったことあったんですけど、まあ、動画になってるかわかんないんですけどね。魚も取れるし、とにかくね、このなんて言うんだろう、このハスの葉とかあって、その隣にこの木が生えてる感じ。ここの風景すごいなんか好きなんですよね、自分的に。いいよね、なんか。いや、さっきから雨しか降んないんだけど。そんな感じで。樹液はここから取れて、食料は魚取れて、まあ、ここで生活しつつ洞窟の方を、ちょっと待って、なんだこれ。これなんだこれ、地面ここにある。え？どうした？お！土だ！土浮いてたね、今。おっと、まず。そんでですね、この拠点、かなり壊れやすくなってるんですよね。これ、一回叩くだけって、あれ、ちょっと待ってよ。修理できないぞ、これ。あ、できる。これ1個だったのが、修理に2個樹液が使うようになっちゃったんで、まあ、これね、この樹液取る、これは結構重要かなと。77個が、80個。まあ、ちまちまと集めてくれるんでね。樹液がなくなることはないかなというところですね。そんで、ちょっとあと1本ぐらい木切ったら、その爆破ポイントに行こうかなと思います。で、木をね、切り倒す方向を決めることができるようになったということですので、こちら、ここのね、荷台に向けて、こういう形で、こう、倒したい方向に向かって、こう切ってるとね、そっちの方向に倒れてくれるんですよ。ちょっと待って、原住民の声したね、今。あ、いらっしゃってるな。原住民がね、すごい声をね、発するんですよ。ちょっと待って、やめて。やめて！来ないで！怖い。おぉ！ちょっと待って。おぉ！本当にね、人間の声、なんだよ、これ。原住民。もう怖いんだよね、正直。ちょっと怖くなってきた、フォレストが。おっとどっから降ってきた、今。よいしょ。原住民の存在がちょっと怖くなってきたんで、ちょっと待って。よいしょ。獅子を切断して。ちゃんとね、この、今その、対原住民を呼び寄せるべく、FG のね、松明も作ってるとこなんで、この、足やら何やらを回収させていただいて、うん。よいしょ。その原住民が結構、その変異体がね、家とかに来るっぽいんで、逆にそれ呼び寄せたいんですよね。ここ要塞にしてね。まだまだこれ、壁一枚なんで、トゲ付きの、トゲトゲしたやつね。あれつけたいんですけど、あれをつけて周りに罠をめちゃめちゃ張って、それでエフェジーの効果で原住民を呼び寄せるっていう、そういうことしたいんだよね。自分から原住民呼び寄せたいっていうね。お、あとちょっとできるな。よいしょ。まあ、土台作って拠点作るのもね、良かったんですけど、海辺の拠点とかね、ああいう風に、どれだったかなと、土台、ファウンデーションとかってやつね。こちら。これでね、こう、まあ、道をこう作って、その上に家を建てたりしてもね、良かったんですけど、無駄に時間がかかっちゃうんですよね、そうすると。なんで今回はもう、この自然を活かした感じで、やってこうかなと。まあ、これ、屋根つけれるんだよね、多分。これつけれるよね。あ、つけれるね。こんな感じで。これ綺麗な、ちょっと待って。解除したい。解除したい。解除できないこれまさか。嘘でしょ。解除できるでしょこれ。あ、オッケーオッケー。で、屋根もね、つけれると思うんですよ。あ、来た来た来た。来た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 。おこれ結構いい屋根だ。あ、いいね、この屋根。屋根つけてこう。前回のその前の拠点ぐらいでトゲトゲでね、周り囲った拠点作ったんですけど、それと割と同じ場所あたりにあるんで、まあ、あんな感じを目指して、トゲトゲした感じで作っていきたいなと思っておりますね。よし、そんなわけで、爆破ポイントの方に向かいましょうか。早速。こちら。この崖の上にね、木のある部分に、爆破ポイントがね、あるんですよ。なんかここら辺の下のもね、道ができて、なんだろうね、これ洞窟でもあるんじゃないかっていう。まあ、今の段階ではまだないんですけど、なんかこの象徴的なこの木のね、周りになんか、そろそろアップデートで来るんじゃないかなと私思っておりますね。それかその爆破ポイントが入り口なのかもしれない。おー！今気づいたよ、これ。何これ？死体だ。うわ。今気づいたよ、これ。あれ？ちょっと待って待って。怖い怖い怖い。怖い怖い。これあったんだ。全然気づかなかった。こっちから来ると見えないぞ、これ。ここですよ、爆破ポイント、ここ。うん、ここを爆破しようと思います、今回。いや、恐ろしいな、これ。こっちから見ると見えないけど、ちょっとライトもったいない。右から回るとこれ。いや、恐ろしいなぁ。ウィッチャー3にもこういうシーンあったけどね。よし、爆破してこう。こちら、セムテックス。樹液つけたやつをね、作っておいたんで、こちら、どうやってこれ、普通に投げればいいのかな？ほっ！よし、来た！来た！来い！あっけ、来た！さあ、洞窟？お、ちょっと待って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 、やめて。リストウォッチと、何これ、洞窟？おー！え？は？ちょっと待って、嘘ん？え、ちょっと待って。危な。え？井戸これ。井戸か何かがこれすっごいテカテカしてる、ここら辺。え？なんかここから見る風景すごい綺麗なんだけど、これ。写真撮っとこう、これ。井戸だね、これ。井戸っぽいね。ちょっと、嘘、出れるでしょ、これ。出れる。ちょっと待って。出れる。いける。出れる。おっ、オッケー。あぶねえ。ここもしかしたら洞窟できるかもしれないですね、これ。こんな穴開いてる理由がないもんね、リストウォッチあっただけで。焦るわー。危ねえ、危ねえ。まあ、こっちの方も道はできてるんですけども、洞窟はないよね。ちょっと待てよ。あ、おおー、いいね。観光名所みたいになってるよ、ここ。うん。洞窟あってもおかしくないっぽいなんか形してるんだけどね。まあでもここに前まで道はなかったんで、道できたってことはやっぱりこう、なんか追加されるんじゃないかなと、なんだ今の。なんかあるぞ、ここに。見えない。うわっ！ちょっと待ってよ。で、もう一個ちょっとお知らせしたいことがあるんですけども。こちら。これね、火の弓矢が、なんとね、これ、このまま触れるだけで普通効いてたんですけど、これ効かなくなった。ちょっと危ない。危ね。なんで、こう、ちゃんとね、撃たなきゃいけないです、これ。ちょっと待って。めっちゃ無駄にした、今。許せん！ほう！よし。よし、こら。効かぬよ。そんなもの効かん。やつめ逃がさん。逃げたか。いや、逃げてないな。逃げたか。逃げたね。敵対してたね。この女の原住民とね。ちょっとこれお持ち帰り、お持ち帰りってちょっとそういうあれじゃないんだけども。ちょっとこれ、持ち帰ろう。なんか今拾ったな。あ、ブーズか。ここら辺あっても良さそうなんだけどね、ないんだよね、なんも。キリストの方の墓みたいにこう、なんか象徴的な何かが追加されてる恐れもあるんだね、どっかしらに。フォレスト本当にこのワールドがね、広くなったんで、結構旗の色が変えられるのがね、重宝してますね。で、あちら、緑色の旗の部分は、救援物資、救援物資じゃないな、物資補給するところね。で、ピンク色と家マークが一緒のところが、あれが墜落現場ですね。うん。で、洞窟の入り口には赤い旗つけていこうかなと思います。ねえ。まあ、攻略済みの洞窟はその青い旗を色変えたりしてもいいかなと。よいしょ。ちょっと待ってよ。これ、とりあえずここに。よし。頭3個か。あと3人はやんなきゃいけないね。よいしょ。よしよし。獅子を切断する。オッケーオッケー。そして足。よいしょ。で、なんとね、これ、肉普通に焼くことができるっぽいんですよ。足をね。まあ、足とか、手とかね、そういうものを焼けるということなんですけども。つかないな、これ。隙が悪いぞ、ちょっと。足、お、焼ける。いや、これな。爪長いね、この方たち結構、やっぱり。えげつないな。いやー、魚目の前にあるのにあえて原住民を食べるっていう、ちょっとよくわかんない。足欲しい。よし。まあ、ここに座りながらね、ゆったりこう。まあ、その目の前にキャンプファイヤーがあるんで、寒さをしのぐこともね、できるという、絶妙な配置。いいとできた。オッケー。で、水分は、こちら亀の甲羅、ここにあるんで、飲んで。まあ、ここら辺に生えるキノコはね、食えるやつなんで、食ってみたいなね。食べ物には本当に困ってないですね。そんで何をしようとしたんだっけ？これか。まあ、結局、あそこから手に入れられたのはあれだね。リストウォッチだけだね。これ前もね、ああいう爆破するところ、爆破したんですけど、中に入ってるのはね、やっぱりリストウォッチだけなんですよ。リストウォッチってそんなにこれレアなアイテムじゃないと思うんだけど。ちょっととりあえずセムテック作っとこう。よいしょと。そんでね、私、ある計画をね、しております。ここを、要塞にしたら、周りをトゲトゲのね、壁で覆って、その後に、地雷、こちら。これをもう隙間なくね、ここに置いたらここに置くみたいな。隙間なくこれ家の周りを覆ってやってみたいなと。結構時間かかると思うんですけど、これ。挑戦してみたいなと思いますね。早直にここにつくと、まあ、トゲトゲつけて、ここの周りにも隙間ないレベルでずっと張っていけば、これ死ぬことはないでしょうね。完璧。まあ、多分、兵隊もね、吹き飛ばされると思うんで、まあ、そんな感じのことをね、計画してますね。ちょっと最後にあそこ行こうか。緑色のね、救援物資じゃないから、あれ。物資補給所ですね。そうだとか、基盤だったりとか、薬だったりとかっていうのが、必ず、湧いてくれるポイントですね。こちら。ここね。昔誰がこう、キャンプしてたんでしょうね、ここで。そうだ、あって、スナックあって、おっと、スナックはもう食えないけど、これマックスだな。薬持って、うん。まあ、持ちきれないぐらいもう持ってるんで、そろそろしまうところね、棚とかも作っていきたいかなと。ちょ、暗くなってきたな、これ。ん？基盤あった、今。あ、基盤ないか。基盤がね、結構、爆破できるポイントがね、さっきの洞窟じゃない、崖上のところ以外にもね、何箇所か見つけたんですよ。普通にこういうなんていうの、この草むらの中でね。なんで、ちょっとそういう、なんて言うんだろうね。爆弾結構重要かなと。なんで前回の動画で紹介した、爆破ポイントじゃなくて、儀式のコンテナね。まあ、あっち新大陸の方にあるんですけど、まあ、そっちの方に取りに行けば確実に基盤は取れるかなと。4つぐらいね。まあ、そんな感じで、基盤がなくなったらそっちに行ってみたいな、いらっしゃるね。おっと、いらっしゃるね。よし。まあ、でもこの拠点かなりいいよね。うん。まあ、基盤がなくなったらそっちの方に行って、基盤を取って、といった感じでしょうかね。よし。明るさちょっと足りないか、これどうしよう。明るさ足りないな、これ。ここら辺にもつけとこう。あー、スカルがなくなった。セーブできないか、これ。あの方たちいるから。セーブじゃない。寝れないか。あー、寝れないね。とりあえずセーブをしといて。どうしよう、戦うか。久しぶりにね。やってやる！ちょっと待って。グラフィック設定をここオリジナルじゃなくてモダンにすると、結構明るめになるんで、モダンでいこうか。で、矢は11本。あー、枝がない。枝はもうここら辺に生えてるでしょ、多分。枝ここら辺に生えてる方たちを、型じゃないんだけども。よし、スティック。スティック1本あると、まあ、5個ね、矢が作れるんで、よし。これを回収して、よし！戦闘に行こうか。久しぶりにね。で、これさっき言ったんですけど、このファイヤーアローがね、当たっても効かなくなったんで、ちゃんと狙っていかなきゃいけないんですよ。さあ、来い。来い、こっちに、ほら。ね、このヒカ光ってるでしょ、これ。おー！おーし！よーし、これ。いやー多分アップデートで変わってなければ、ロードするとね、これ自動的に戻ってると思うんで、まあ、ロードすれば、無限にこのね、地雷、セムテックスみたいなね、クレイモアか。作れるかな。あっちになんか、ちょっと早く、買う。頭あと4個だ。さっき3個とか言ってたけど、4個だ。頭回収しに行こうか。ピカピカ光ってる方いるけど。あれ、ちょっと、グッズやろう、許せん。暗い！よーし。よーし。そっから、あいつ。おーっと、重たいけど、どこ行ったいやーいて。あ、ちょっと、まずい。普通の弓や全く攻撃力ない、これ。逃げてったな。丘の上のあの形やろうか。亀。亀の甲羅もね、結構ここ簡単に取れるんで、家作るポイントとしてはかなりいい場所かなと思いますね。いるな。ほっ！よし、いった。2枚抜きいった、これ。頭持ってないから頭いただきたい。あ、歯もいただけるんだ。ありがとう。よいしょ。よいしょ、こら。よいしょ。ファイヤーアックスがね、その使えなくなったんで、鳥の羽をちゃんとね、取っていかないと厳しいんでね。よし。オッケーかな。で、この方お持ち帰りしよう。薬草みたいなのも取ってってと。うん。いや、モダン明るいね、これ。多分これ、オリジナルにするとめっちゃ、あれ？明るいね。月明かりがこれだいぶ明るいんだね、今回。よしよしよし。夜になる前よりも夜になった、完全に夜になった方が明るいんですね、これ。よし、ここに置いて。頭だけいただきたい。もう原住民の肉なんて食いたくないから。よいしょ、これ。オッケー。よし。寝る。血を洗う。よし。寝る。うそん。どなた？どちら様？いらっしゃらないな、これ。そんなわけで。キリがなさそうな、僕、何入ってきよったよ。さっきね、急に目の前に来た時みたいにこう、なんかジャンプするんだよね、原住民。ちょっと屋根作ろうか、最初に、まず。ちょっと、怖いなぁ。そこピンポイントで、そこ、出ていけ。早う出てけ、あんたら。二枚抜きするぞ、あんたら。おい。許せん。くらえ！よし。薬食って。お！ちょっと待って！木燃えないで、嘘でしょ！木燃えないで、頼む。ちょっと待って。やべ。セーブして。そんなわけで、木が燃える前にちょっとやめたいんで、ご視聴の方、ありがとうございました。次回の動画もお願いします。